はい、ゆるむ生男子太田です。本日もですね、一般的に知られていない体の秘密や可能性についてですね、楽しく紹介させていただこうと思っております。はい、で本日のテーマなんですけれども、ピョンチャンオリンピックのスケートですね、スケート代表の小平奈緒選手の体の超進化の、ね、秘密ですねについてですね、まあ、ちょっと分析していこうかなと思っております。小平奈緒選手ね、もともとすごい選手で、ソチオリンピックとかももちろん出てはる選手なんですけども、ちょっとね、メダルには届かないっていうぐらいの選手だったんですね。日本では強いけども世界に出ると勝てないみたいな選手だったんですけども、ここ今年ですね、今年もうワールドカップ勝ちまくってですね、もうとにかくメダル取りまくってるわけですよね。でも世界でもトッププレーヤーでも今度の、ピョンチャンオリンピックも金メダル候補、もう一番有力と言われてるような選手にまでなってるわけなんですけども、じゃあ一体こう何がどう変わったのかっていうところがね、すごい気になるんですね。この辺がめちゃ気になったわけですよ。でいろいろと研究してちょっと調べてみましたので、その辺ね、皆さんにも聞いていただければと思っております。で、結構ね、スケートの専門家の方もね、いろいろ分析されてまして、そのスケートの面から見たことはね、僕ら専門家ではないので、こちらとしてはね、体の面から見たどう変わったかっていうのをですね、紹介させていただこうと思っております。で、スケートのね、専門家の方が見られての、一番の違いっていうのは、よく言われるのは前傾姿勢ですね。もともとはソチの頃は結構前傾が強かったですね。前傾強かったんですけども、それが今最近勝ってるのは少し前傾が下がってると、それによってですね、アイススケートのスケートの刃ですね、刃のあたりがこう前に突っ込むと体重が乗ってブレーキかかるのが綺麗に着地できるようになったんで、加速がすごく出てブレーキがかからなくなって強くなったし長いかっていうふうに、ね、分析されてるところがあったんですけども、もちろんね、なるほどと思いながら見てました。ただですね、体もですね、実は変わってます。はい、でそのスケートの、ね、専門家の方が喋られ話されるみたいに、特にその前傾の部分ですね、ここが結構ポイントになってるかなと思いますので、この辺にね、ちょっと焦点を当ててですね、今回は分析ちょっと紹介していきたいと思っております。はい、では始めていきます。はい、やってますね、小平奈緒選手の体の進化の秘密ですね、ちょっと見ていこうと思います。でこっちは、ソチオリンピック時で、今こっちのワールドカップ勝ちまくってる時の体の違いですね。でパッと見て分かるのは、この前傾姿勢の違いなんですけれども、じゃあなんでそんなにスピードがね、出るのかっていうとですね、体の面から言うとですね、実はですね、体が前傾するとインナーマッスルである大腰筋って効かないですよね。この後弯しちゃうっていうんですけど、背骨が、ね、丸くなるとインナーマッスルっていう、ね、どうしてもこう使いにくくなるんですね。背骨が伸びるっていうのが一個の条件なんですけども、それが昔は使えてなかったのが今は使いやすくなる。使いやすくなるとどうなるかというと、こうね、スケートでこう地面をこうね、リンクを蹴るときにですね、こう足の筋肉を全部上にこうつなげていくことができるんですね。なので下半身と上半身がしっかり連動して内側、土踏まずのあたりでグッと蹴ることができます。ただインナーマッスルがもし使えない場合は、どうしても、ね、太もものあたりでグッと体重を支えてお尻の方に行っちゃうので、大臀筋とかね、このこっち側で支えちゃうので、どうしても、ね、この内側でしっかり押さえるってことは効かずに、ちょっと外に流れちゃったりとか、足の踏ん張りの力が上半身に伝わっていかなかったりとかしてしまいます。なので、今の何が優れているかというと、大腰筋が効くので、しっかりと足の力が上半身抜けていくっていうような力が出ている。で、もともとはそれができずに足が足だけの力になってしまってたっていう形なんですけれども、ただですね、じゃあなんでこんな差が出たのかというところですね。実はですね、見てるとね、一番こう、実はこう背骨が、大腰筋がね、じゃあもともとすごい弱かったのかというとね、実はもともとね、結構使えてた感じなんですよ、見てても。ただ、ある部分のせいでね、ちょっと使いづらくなってますね。それは実は背骨じゃなくて、ここです。肩甲骨なんですよね。肩甲骨がすごくね、こう前へ、ぐっと前傾っていうんですけど、こうぐっと前へ入ってたんですよ。なんで、そうするとね、実は背骨って連動してこう丸くなっちゃうんですね。で丸くなると大腰筋が効きにくくなるっていう感じなんですけども、今は背骨、肩甲骨が背中側へキュッと入り込んでてですね、そうすることによって背骨がキュッと伸びて大腰筋が効きやすくなってるっていうような感じになってます。でね、見てるとね、もしかしたらなんですけども、かなりね、この手の振りを意識してたんじゃないかな。手をね、大きく後ろへ後ろへ振ろうとすると、肩甲骨っていうのはどうしてもこう前へ前へ行くんですね。こう手を振るために肩甲骨を前へ傾くんですけども、手の振りとしてはね、すごく後ろへ振れるんですけども、それと相まって肩甲骨が前に行くので、背骨は丸くなって、大腰筋が効きにくくなるっていう形です。今とか見てるとね、手の振りが以前よりも明らかにちょっと少なくなってるんですね。っていうよりも、多分振れないですよね。肩甲骨が後ろ側に行ってるので、この状態で肩を大きく振ろうとすると脱臼しちゃうので、もうそもそも振れる幅は短くなっちゃうんですけども、
そっちを取ってでも腕は振りにくくなってでもこのインナーマッスルと下半身の連動を取ってるような滑り方になっている。でこっちが結果が出てるっていうような形になっています。こっちは腕は振りやすいけれども結局下半身から上半身に力は伝わっていかない。こっちは腕は振りにくいけども下半身から上半身は大腰筋を効くので使いやすくなるっていうようなこういった違いですね。こういった違いが出てるかなと思っております。はい、そしたらで最後に実演させていただこうと思います。はい、どこがどう変わったかというと特に大きなのは肩甲骨ですね。肩甲骨の位置がこう前に傾いてるか後ろに入ってるか、ここの違いが大きいです。で、措置ですね、措置の以前の措置の時は肩甲骨が前に行っているので手は振りやすいです。ただ肩甲骨前に行くので背骨がちょっと丸くなって大腰筋とかのインナーマッスルが効きにくくなってしまいます。そのためどうしてもね、下半身の力を上半身に伝えていくのは少し苦手になる。そうなると太ももの前とかね、お尻とかこの辺でしっかり、体重を伝える形になってしまうのでどうしてもね、こう体重がちょっと外へ流れ気味になってきます。こんな感じでちょっと外へ流れ気味になりやすいですね、まあ、で、ここで支えてるって感じです。で、また足の力がね、どうしてもこう上半身に伝えていくのも少し苦手になってきます。なので、ね、手はね、しっかり振れるんですけど下半身の上半身を連動させるというのがちょっと苦手にはなってます。それが今ですね、今は肩甲骨の位置が背中側へぐっと入り込んでます。まあ、それによってね、手はどうしても振りにくくなります。肩甲骨はね、これ倒すと当たり前ですけど肩は振りやすいですけども肩甲骨が後ろに入っているので、でも手は振りにくくなります。ただ背骨は伸びて大腰筋を効きやすくなるという形の体の使い方に変わっています。でそうすると、まあ、手は振りにくいんですけど体はちょっと起きているようなフォームですね。で大腰筋と下半身をつなげていくようなフォームになっています。で、どうなるかというと、こう大腰筋を効かすと、今度は内が効くの、連動して内側が効いてきますので、そうすると内でね、押さえが効いてきます。なので、土踏まずから内転筋、大腰筋とかね、使うことができるので、しっかりね、内側で蹴って押さえることができますと、下半身の力を上半身につなげていくことができるので、全身でね、しっかりと滑っていくことができるようになっているって感じですね。大腰筋を使って内で押さえることができるようになっていますね。今回はね、もともと措置の時は肩甲骨が前に行ってちょっと猫背気味になって大腰筋が効かない、腹直筋が効かないですね、アウターマッスル目になっているので手は振りやすいけども足はうまく連動せずにちょっと外に流れ気味になったりとか上半身に力が伝わっている。今は肩甲骨が下がって手は振りにくいけども体幹から足に関してはしっかりと連動して内側で踏ん張って蹴れるようになっているというような違いになってきます。はい、はい、ということになります。はい、まあ、ちょっとね、実際に動画見てね、分析するのちょっと難しいかもしれないです。もしかしたらちょっとスピード速いのと、ちょっと普通の走る動きとかとちょっと違うので、なかなか見るの難しいかもしれないですけども、まあ、興味ある方はね、一度ビフォーアフターで動画とか見てもらうとですね、面白いんじゃないかなと思います。はい、でまあ、小平選手ね、まあ、今回研究させていただいたんですけども、まあすごい素敵な人ですね。もう考え方とかメンタリティとか、めちゃくちゃ面白い考えを持ってますね。まあその辺ちょっとね、Facebook とかインスタの方にもちょっとだけ上げたりしたんですけど、なかなかアスリートとしてですね、いろいろやっていくには、まあ、こういう人の考え方っていうのは、まあ、個人的にはすごくこう向いてるんじゃないかなと思ったりはしてます。まあ、特に自分のためにやるっていうのがね、大事かなと。人のためにとかね、やりすぎるとやっぱプレッシャー感じて潰れちゃったりするので、まあ、自分のためにやってる、自分の責任でやって、自分で決めてやって。だから、まあ、失敗も成功も全部受けない。もう、まあ、なかなかね、うん、素晴らしいなと。まあ、だからプレッシャーもね、少々プレッシャーあっても自分のためにやからやれますしね、人のためにやるとね、重荷になっちゃうとね、動けなくなっちゃったりとか、潰れた時に立ち上がれなかったりとかしますんでね、まあ、失敗も成功もするっていう前提でね、そういうふうに自分で決めてやってもらうと、ね、まあ、いいかなとは思っています。で、まだ彼女もね、まだ30超えてるんですけども、もうそれでもまだこんだけね、爆発的な体の進化を遂げれるわけなので、もしね、この動画見ていただられてね、なかなかちょっと伸び悩んでるなっていう方がいたらですね、まだまだね、年齢とか関係ないですね、やっぱ体ってどん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 進化していけるのでね、ちゃんとその方法さえ知ってれば、ちゃんと努力さえ積めれば、ちゃんとできますんでね、諦めずに、ぜひともやっていただければと思います。体をね、進化させていくのは非常に面白いので、やってみると分かるんですけども、かなり楽しいですね。できなかったかできるようになっていくっていうのは、やっぱりいくつになっても楽しいので、ぜひともね、体の使い方、上達していただければと。具体的なね、上達方法とかについては、ホームページの方に載せたりとか、他の動画とかにも載ってますので、またね、そちらの方を見ていただければと思っております。はい、ということで、今回はこれで以上にさせていただこうと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。